銀材でかけてって飲みに行っていつも朝遅れてくるのは小林明と石原雄二郎ですもう4ん日たったら私の堪忍袋の方が切れて「いい加減にしてよ!」ってあの石坂さんもちょっと「じゃあ僕もお父さんにお母さんにちょっとお会いして言ってみようかな」って私の実家へ来てで私をお嫁にくださいって。 女優の浅岡ルリ子さんが1960年代日活映画上映会の発表会見に登場、共演した昭和の大俳優との思い出や結婚秘話を明かしました。こんなに来ていただけるなんてすごく嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> わどうしよう。ありがとうございます。笑っちゃってどうしよう。今は本当にのんびりとここ1年ぐらい仕事はしておりません。 だから今日はこのおしゃべりお話をしなくちゃいけないっていうんで昨日もあんまり寝られませんでした朝岡瑠璃子さんが登場したのは朝岡瑠璃子トークシネマの発表会見今年5月に東京有楽町で日活の看板女優として出演した4本の大ヒット映画の上映と朝岡瑠璃子さんが映画の思い出を語るトークショーが行われます。 その発表会見に臨んだ浅岡瑠璃子さんは、共演したスター俳優との思い出や石坂浩二さんとの結婚秘話を明かしました。1960年代、多くの作品に出演されて非常にお忙しかったかと。あ特に私はあの、えーと、ゆうちゃんやあきらやお相手をして、本当にあの忙しいなんてもんじゃないですあの。自分の時間が全くなくて、もう朝起きたらすぐ撮影所、台本も四つぐらい抱えて、 それでずっとなんかやってますどれがどれだかさっぱり分からないこの本は何だっけと思って思いながらやってたことを思い出しますそれでもああいうふうに忙しいのにその終わってからあの銀座やみんな出かけてって調布から銀座へ出かけてって飲みに行ってあのいつも朝遅れてくるのは小林明と石原次郎ですそれで34日は我慢しました。だけど も45日たったら私の堪忍袋の尾が切れて「いい加減にしてよ!」って言ってもう「同じ会社なんだからちゃんと来て」って言ってあのゆうちゃんも素敵だしらさんも素敵でした私の家があが撮影所から5分の家だったんですね。でそこに「じゃあ家へ来る?」って言ってだからしょっちゅう私の家はあは俳優さんも女優さんもいつも来てもう。 亡き母、亡き父にすごく感謝しております。みんなにあのよくしてくださるのが、うちの両親でしたから。だから、だ、みんな何にも泊まりました。私の家へ。だから、その中に、あの、あ、ちょっと悪いかな、こんなこと言って。<laughs> あの、石坂さんもちょっと。じゃあ、僕もお父さんに、お母さんにちょっとお会いして。言ってみようかなって。それで、調布へ、あの、私の実家へ来て。 で私をお嫁にください。それで行くことになりました。でも、ええ、ちょっとしかいられませんでしたね。私が仕事ばっかりするもんですから、ええ、彼のことは全く面倒を見てあげないで仕事ばっかりしてました、うん。そんなこともなんか楽しい思い出です。私は演じることはちっちゃい時からやっておりますけれども。 自分の意思で何かをしゃべるとかっていうのは本当に小さい時からあの苦手であんまりやったことはありませんだからトークショーとかそういうのはとっても苦手なんですけれどもでもこのこの機会に私の映画出てる映画をとともにその前に私の生の私をもうあの私も年齢言うのも10代ですけど83ですからだからまあ この後どうなるか分かりませんから、あのできるだけ私の古い、え若い時の映画と今の私をちょっと見ていただけて、それで映画を見ていただけたら嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしております。朝岡ルリ子さんが朝岡ルリ子トークシネマ開催発表会見に登場。 共演した昭和の大俳優との思い出や結婚秘話を明かすテレビ朝日 AI アナウンサー花里結菜がお伝えしました。